ただいまから両チームによるオープニングセレモニーが行われます。まずは右手トレジャーズの入場。トレジャーズは今季より JPFM に参戦した新規チーム、初参戦にして決勝進出です。トレジャーズのオープニングセレモニーでした。金沢ワイセンベルグは北陸にありまして、北陸社会人チームとして長く活動しておりました。3年前より JPFF に参戦しており、今回が初の決勝進出です。トレジャーズキックオフ、金沢ワイセンベルクリターンで試合が始まります。パス不成功。金沢ファーストダウン。金沢ファーストダウン。何は92番、ショットガンフォーメーションから右を2角度駆け上がりファーストダウン獲得。ナイスラン。ランニングバック23番ハンドオフから右をタックルを突き、セカンドエフォートで約9ヤードゲイン。金沢ファーストダウン。パス成功。クォーターバック12番、再びプレイアクションからのロングパス、ターゲット1番今度はキャッチ、大きく前進ファースター。タッチアワー。ランニバック23番ハンドオフから右オフタックルを突き、相手タックル突き破りタッチアウン。ランニバック23番安藤選手の中央プレーでタッチダウン。金沢6点獲得です。パス成功ファースター。QB さん、クォーターバック8番ショットガンフォーメーションからパスを投じようとしましたが、プレッシャーから QB サック大きくロス。インターセプト。ターンオーバー。パス成功ファースター。クォーターバックは12番、プレイアクションからワイドレシーバー34番にパスを通しファーストダウン獲得。
タッチダウン。ランニングバック42番ハンドオフから左オフタックを突きセカンドエフォートでエンドゾーン飛び込みタッチダウン。金沢6点獲得。トレジャーズファーストダウン。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック8番、ワイドレシーバー5番にパスを通しファーストダウン。インターセット。ターンオーバー。クォーターバック8番、ミドルゾーンへのパス、しかしこれを取ったのは金沢27番攻守交代です。ターンオーバー。中央へのランプレー、この判定を待ちます。10ヤード突破ファーストダウン。トレジャーズファーストダウン。パス成功ファーストダウン。パス成功ファーストダウン。パス成功ファーストダウン。クォーターバック8番、ワイドレシーバー7番にパスを通しファーストダウン獲得です。タッチダウン。クォーターバック8番、西周端へのパス、ターゲット2番、これをカバーされながらキャッチ、そのままエンドゾーンに飛び込みタッチダウン。トレジャーズ6点獲得。トレジャーズファーストダウン。パス成功ファーストダウン。クォーターバック8番、ワイドレシーバー1番にパス、1番これをジャンピングキャッチしファーストダウン。タッチダウン。トレジャーズ2番、ヒッチパスをキャッチアンドラン、相手タックルかいくぐりエンドゾーン飛び込みタッチダウン。トレジャーズ6点獲得。トレジャーズナイスディフェンス。ランニバック42番ハンドオフから右オフタックルを突こうとするもこれをチャージし約2ヤードロス。キュービーサーク。クォーターバック8番、プレイアクションからパスを投じようとしましたがこれを金沢52番がキュービーサーク。12番ダブルフェイクからワイドレシーバー1枚のロングパス、これを1番キャッチし大きく前進ファーストダウン。キック成功。3点獲得。カナダウエセンベルク16点、トレジャーズ14点、逆転です。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。トレジャーズ後半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 4-24。 金沢相手陣33ヤードからセカンドダウン9。試合時間残り1分50秒。ランニバック42番ハンドオフから左オープンを突き約1ヤードのゲイン。時計回ります。ここでホイッスル。チームタイムアウト。トレジャーズ、トレジャーズ後半3回目のタイムアウトを取りました。後半3回目、金沢相手陣33ヤードからフォースダウン
ナイン。プレーを選択します。ファースト攻撃更新。ここで試合時間がなくなりました。ここで試合終了。試合終了となりまして、トレジャーズ14点、金沢ワイセンベルグ16点、金沢ワイセンベルグの勝利。金沢ワイセンベルグ、西日本チャンピオンとしてオーシャンボール進出確定です。ベスト選手賞は
得点につながるインターセプトを決めた金沢ワイセンベルグ背番号20番富岡大輔選手です。同じく株式会社ボーケージクラブ大川拓さんより授与されます。表彰式を終わります。選手の皆さん、どうもありがとうございました。